の方もこんにちはの方もこんばんはの方もお休みの方もカインドアイランド代表兼ボイストレーナーのやすこと日本舞踊担当藤間由紀奈です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この間、はい、鴨川踊りを見てきました。おお。って何か分からへんねんけど、鴨川踊りって何ですかってなる人がいるんだよねっていう、私のどっぷり浸かりすぎて常識がおかしくなってる感じみんな知ってるやろみたいな京都の祇園って言ったら、舞妓さん芸妓さんのイメージ湧きますか？あれ、そこも、うん、そうか、そんなわかんかな。なんか祇園、へえ、祇園みたいなそうか、祇園、舞妓さん芸妓さんがいる町、うん、置屋さんとか、うん、お料理食べて、うん、あのきらびやかな可愛いお嬢さんたちと遊ぶ、うん、ようなところ町を花町とか花街、うん、花って普通にお花の花に行人弁の難しい方の町で、うんうんうん、花街とか花町っていうんですけど、うん、そこの、今京都の祇園付近に六花街あるんです、うんうん、ちょっとウィキペディアさんに登場していただきますが、うん、上七軒、うん、祇園公部、うん、ポント町、うん、祇園東、うん、島原、うん、と宮川町、うん、で、なんか組合さんがあって、そこの組合に参加してるのは5地区、5つの地区が参加してるらしいんですけど、で私が見てきたその鴨川踊りは、うん、ポント町の舞妓さん芸妓さんが、うん、普段はお座敷で待ってはるけど、うん、あのかぶれん場とか、うん、その花街それぞれがやってる舞台を持ってはるのかな。かぶれん場で舞妓さん芸妓さんの踊りが見れるっていうのが、この5、6月ぐらい年1回あるんです。へー、そうなんや。で、本土町は鴨川踊りやけど、他のとこ行くと都踊りって言ったり、うん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 、名前がちょこちょこ変わるんですけど、可愛、うん、かったよ舞妓さん、舞妓さん、舞妓さんは、あ、舞妓さんと芸妓さんって、うん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 、舞妓さんは成り立てのお嬢さん、うんうんうん、新人さん、そう、一人前になったら芸妓さんに、うん、なるのね、うん、だから舞妓さんたちはういういしく、うん、で着てるお着物も派手っていうんかな、かわいい、うん、色が多い若い感じねで、鮮やか、そう、髪飾りとかもすごくたくさんつけてるの、揺れる系、揺れる系あるな、たくさんつけてて、もう本当にかわいい、かわいい、なんだろう、か、うん、かわいい、すごいかわいいしか出ないで、芸妓さんたちは、あの、言うても若い人たちもいるけど、やっぱりなんだろうな、髪型も変えるし、そのきらびやかな髪飾り、かんざしとかじゃなく、ちょっとシックな、シックっていうのかな、おとなしめの装いに変わるから、うん、風格があるし、やっぱり経験年数とかもあるから、美しさが増す、へー、うん、舞妓ちゃんたちに比べると、の、あの、今年見たやつが、あの、7つの景色を、うん、題材にした踊りで、そう、最初は桜が満開のところで踊ってたりとか、の夏の大文字を背景にして踊ったりとか、うん、その大道具もその景色がたくさん変わって、なんかね、今年その
今年去年、うん、コロナの影響で開催できなかったんだけど、今年はやっとできるっていうので、やっぱりちょっと縮小はしてて、あの踊りパートとお芝居パートがあるんです。面白い。そう、なんかそのお芝居パートをはなし、ね、うん、今年は、うん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 、でも踊りパートだけやけど開催しますってなって、だからね1時間ちょっとだったんだけども、うん、あっという間、もう可愛い綺麗でで、あの地方さんっていうのかな、あのお三味線とか歌ったり、うん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 、笛吹いたりっていう人たちも、その中の人たち、うん、芸妓さんたち、お三味線とかも歌も練習したら全部できるようになるから、うんうん、だから生で演奏してるのも見れるし、うん、踊ってて可愛い綺麗なのも見れるしっていう贅沢な時間を過ごしました。うん、やそう、でそう、鴨川踊りは5月で終わりなんだけど、うん、あのね、また6月は五花街合同公演。五花街そう、花街、5つの花街が合同で踊りの会をしはるから、うん、もうよかったらね見てほしいですね。うん、まやね。そうね、普段ねお座敷でしか踊り見れなかったりするけど、うんうん、そう、舞台で見れる機会がなかなか ねないから、なんかそういうチャンスを自分で得ないと、うん、接することができない人たちやし、そう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 、見ることとか関わることができない人たちのものを、うん、まあ言ったら普通にチケット買ってとかで、うん、見に行けるから、すごくいい機会よね。そう、五花街合同公演は南座で、南座あの四条河原町、あーはーはーはー、聞いたことある、の、 あの鴨川の電車で向こうの方行くやつやなんていうのなんてアバウト電車で向こうの方がーって行くやつや、東山の方にねそう、南座のハス、川の岸としては同じ側なんだけど、うん、信号とか景色が見えてる人じゃないと分かるけどほんまや、南座から信号渡ったところに、うん、あの歌舞伎発祥と言われている出雲の奥国さん、うん、聞いたことあるぞ出雲の奥国そう、出雲の奥国さんの銅像が立ってる。へー、そう、なんかね、その石像を作った人が誰なんやろうっていうのもすごい思うねんけど、その石像のポーズがすっごい美しいの。へー、なんかやっぱりこだわってくれてありがとうって感じだけどもう立ち姿が銅像、石像やけど、うん、めちゃめちゃ綺麗で、それも見てほしいな。それは別に全然あの通りすがりに見れるから、うん、四条河原町ついでに、うん、そう、八坂神社行く途中、途中どっから行くねって言われてそうやな、そうやな、そうやな、途中になるのはどこの行き道、帰り道なんやって話だな全部大体でしか喋ってないからなおけいはんとか、うん、阪急さんとかから行くと、うん、八坂神社行く途中。なるほどなるほどなるほどいやいいね、うん、今年もしチャンスがなかった人はぜひ来年ね、うん、来年、うん、そうで、残念なことにコロナの影響を受けて、うん、舞妓さん芸妓派さんもちょっと減っちゃったらしいんです、うん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 、なので見てね、改めてこれは日本の宝だなと思ったので、ぜひぜひ応援していきましょう、お前、応援守りましょう文化を、はい、うん、呼びかけ、うん、ゆきちゃんからの心の呼びかけ、綺麗だから、そうね、そして可愛いから、いいね、うん、やっぱり着物ね綺麗よね、うん、いいね、私も好き、うん、うん、なのでぜひぜひ、今年チャンスなかった人はほんまに来年、うん、うん、もあるので、はい、はい、
ぜひぜひぜひ行ってもらえたらいいなと思います。私も行きたいなと思いました、うん、はい、なんかねツアー組んで、ね、ツアー組んで行きたいな。そういうのやりたいよね。ね、うん、そんな今日は舞妓さん芸妓さんの踊りを見てねというお話でした。はい、ありがとうございました。はい、ということで、今回はちょっとしっとりめのお話でございました。皆様の日々に少しでも彩りがあって一つでも多い笑顔がねあればいいなということを願いながら、今日も私たちは元気に楽しくいきましょう。はい、はい、カインドアイランド代表ケンボイストレーナーのやすこと日本舞踊担当藤間ゆきなでした。ありがとうございました。ありがとうございました。